設営完了です。今回は小川のタープがつきました。何やっとんの？邪魔してる、邪魔してる、邪魔しないで。見て、小川、中から見てちゃんと小川っていうのね。外からは反転してんだよね。見えるかな。はい、こっちはね反転してない。だいたいね50分ぐらいでした。1時チェックインで今1時50分ね。タープのやっぱ新しかったから紐をつけた時間も考えてやっぱ40分ぐらいで終わるのかな。あとは先行して自分が先に来てたので荷物を持ってくるので車を入れ替えたいと思います。ちなみに中はこんな感じですが、風通しがなかなか良くて今涼しい。夏場がねどうなるかちょっと分かんないけどね。さすがに葉桜混じってますね。今夜の食卓は基本的に肉、肉肉肉肉肉肉です。あと各自のおにぎりって感じかな。アヒージョになるらしいです。一応焚き火の準備も。バッチリです。なんかね、そうそう、焚き付け用の松ぼっくりとかも結構持ってきたんですけど、受付でめっちゃ配ってるらしいです。はい、乾杯。ああ、美味しいです。油がやべえ。
ばっかじゃなくて、芋ばっかじゃなくて、普通のやつも入れないよ、僕。爆睡です。しっとりしてる。帰り、無事帰ってこれたじゃん。そうだよ、同じ過ちを犯すよ。さて、中のね、撤収はほぼ終わって車積んだんで、今度は自分の車を取りに行ってテントの撤収をしたいと思います。よいしょ。畜とお風呂ね。車
車はこっち。お腹空いたな。うわ、めっちゃ消防る。すげえ消防がいっぱいいる。訓練かな。やっぱね、内側から小川って読めるのはね、間違いかもしれない。これがね、内側に来るように黒い方がねなるのが多分正しいね。これ縫い目がねこう来てるから、これが内側かな。レベロ週始めまーす。10時7分用意スタート。はい、あとはグランドシートを乾かすだけになりました。タープがねギチギチだね、袋がタープ入れるの使い切って、テントもなんかあんまりちゃんと入んなかった感がある。収まればよし。はい、撤収完了です。多分野生のペグは残ってないはず。多分大丈夫。さっきね2本ぐらい残したのなので、ちょっと確認しないとね。はい、で今時間が48分ってことで、だいたい40分ぐらいかな一人で。タープがねもうちょっと畳みやすかったらいいんだけど、はい、そんな感じで、まだあとね細かい濃いの残ってるんで片付けて帰りたいと思います。ではでは。